もしもし。リサ、今どこ？何？今の声。なんでもなくて。俺に隠し事なんて。お仕置き決定だね、リサ。あなたもしかして深見博人の婚約者？はい。あのどちら様ですか？当たり、やっと見つかった。どうも、博人の母です。どうぞ。まあヒロトが中学の時にはもう離婚しちゃってるんだけどね。え？あ、私の存在自体聞いてなかった？まあ無理もないけどね。ヒロトは私のこと大嫌いだし、最低な人間だったのよね私。あの、どういったご用件ですか？私が代わりに伺います。かわいい、そんなに牽制しちゃってね。二人で飲みに行かない？いや、いろいろ話も聞きたいしね。行こうよ。たとえ仲が悪くたってお母さんだもんね。わかりました。なのに知り合いなんだ。大学生？かわいいね。リサちゃん、ここ私のお店だから遠慮しないで。男好きが功を奏してホストクラブやってます。やらせてもらってます。どうしよう。でもお母さんのことなんて言えば。もしもし。リサ、今どこ？何？今の声。なんでもなくて。俺に隠し事なんて。お仕置き決定だね、リサ。深見さん、どうして？リサこそどうしてここにいるの？とりあえず帰ろう。違う、そんな顔させたかったんじゃなくて。そうじゃなくて、私だって深見さんを守りたかったから。本当にごめんなさい。どうしようもない子だな。どうしようもなく可愛い。心配してくれてありがとうね。やっぱり来た。